来るか？来い。行くぞ。行くぞ。行くぞ。最初はグー、じゃんけんぽん。うま。甘っ。ガチで。俺も甘い。ちょ、待って待って待って。あいこでしょ。どうぞどうぞどうぞ。何も意味はない。来たわけですね。カプセルから巻きが出てきたら終わる。ちょっと期待できますね。いつもよりなんか変な黄色いパックマンみたいにいますからね。俺こういうのね、もうマジ得意なんだよ。あ、そうなのか。お、フラグが立ったぞ、これは。フラグ立てたっけ。俺のためにこの攻めろを取ってくれよ。あ、取ったら速攻寄ってくるわ。マジか。そしたらね、ネガポジのね、資金できんじゃん。あ、そういう一回も使わないと。え、使う理由ある？ない。よし、あと一瞬ね、鍵じゃん、ガキに見えた。うわーって。カプセルからガキが出てきた包帯。あ、これ、あれなのね、こっちじゃないかな。うん、これちょっと難しいタイプだな。だから通れないんじゃないかな。ワンチャンってことですね。はい、や、あ、パックマンいった。パックマン、あ、遅い。これは、これはやばいぞ、これは遅い、だいぶ遅い。あ、やばい、中間入った。あ、終わったこれ。なるほどね、そういうことね。あの、このなんか悲しい気持ちをね、長引かせる、このね、うん、アームがね、弱いわけじゃなくてね、遅いから回転もすると、うん、これはね、もう一度ね、3つぐらい取ってくれるはず。一気に。あ、マジで？俺も中間入れて、あーってなったと思ったら3つ飛んでくるの。てかもうね、いけるよ多分。なんか飛ぶよ、飛んで入るよ。これさ、思ったんだけどさ、あ、結局俺が取っちゃいけないやつあるよね。あの、一番奥、右奥とか。これ、開けが鍵じゃないにいるよね。わかんない。あれ、粉砕したら鍵入れるかもしんない。粉砕前提？粉砕前提。これ、あの、狙い同じ。いや、狙い同じじゃないよ。一つ、うん、長い。あ、そこじゃないよ。もうそうないよね。よし、あ、取った。思い出をカプセルに。終わった。これだけじゃ企画になんねえ。無理だわ。残念。バイバイ。ネルノが仲間入りしたよ。お菓子を作る準備をしよう。はい。中身が入っていた袋は広げてこの上で作ってね。キャンディーを混ぜて新しい色を作ろう。たくさんの組み合わせがあるよ。赤のソフトキャンディーと青のソフトキャンディーを混ぜると紫。頭に記憶しといて。青のソフトキャンディーと黄色のソフトキャンディーを混ぜて。あ、ちょっとチートしてほしかったな。赤と黄色でオレンジになります。あ、俺これ単位落としたわ。伸ばすようにすると混ぜやすいよ。伸ばすんだっけ。いろいろと組み合わせて。あ、これ覚えとけ。あ、ダメだ。あ、今一日したかったな。あかん。マグロのお寿司が。ちょっと今の昔は痛かったな。ソフトキャンディーで形を作ってみよう。いろんな形が作れるよ。伸ばし棒で伸ばしたり、指で引っ張ったり、細長い形を作るのは手のひらで転がします。手のひらでコロコロ丸めれば丸い形が作れるよ。伸ばし棒で平たくして目玉焼き。これ3回目。
指に引っ張って花びら。指で引っ張るイコール花びら。細長くして、はい、虹やモンブランケーキ。そういうことです。模様をつけよう。伸ばし棒で穴を開けたり、トッピングでいろいろ工夫してみてね。いちごの飾り付け、うさぎさんの耳、おうちのフォークを使ってメロンパンの模様などができます。なんだ、型を使おう。いやこれむず、始めよう動画を。始まってんの？ハサミで繊維に沿って切り取って使ってね。分からなかったな。なんかちぎったネクタを型の中に入れて、まあ要するにね、要するにこれ作るんで、これ作るんで、いやこれは別のその前にちょっと終わってるよ。もう終わってたっけこれ。そう。ラララ。